嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い合う。邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。カムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍びる。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクローズオンラインエボンハートパクト編の続きの方をやっていきましょうということでございます。というわけでね、前回パブリックダンジョンね、何の間だったっけちょっと待って、忘れちゃった。何の間だったっけ。死者の間だ。そうだそうだね、うんまあ、こちらのパブリックダンジョンをまあやったと、まあ、いうところでね、まあストーリーは終えずにね、まあ、終わってしまった感じなんで、今日はねもうモリモリこのねイーストマーチのストーリークエストどんどんやっていきましょう。でね、前回ねちょっとなんだかの、いつもねなんていうのかな、設定をねちょっと見てもらいましょう。こちらの、G-Force、ね、エクスペリエンスの機能で、まあ、ゲームフィルターっていうのをね、まあ、いつもね、もうこれを使ってるわけですよ。うん、いつもっていうか、まあ、最近使い始めたんだけどね。うん、でね、ちょっといろんなね、見せ方、うん、ゲームの画質自体は変わんないか。なんつうのかな、エフェクトがちょっとね、うん、もう私好みにしてやるんだよと。うん、まあ、いうのを昨日じゃない、前回ね、入れ忘れちゃってて。ちょっとね、今日だから感じ違うかもしれないですけどね、昨日から見た人はね、こんな感じでね、まあ設定を変えて、まあいつもまあなんていうのかね、色を強調してみたりとか、あと暗いとこは暗く、明るいとこは明るくみたいなね、まあコントラストをしっかり作ってるとか、まあそういうとこまあ気をつけてね、まあなんとかな、まあ動画を撮ってるわけなんですよ。というのをまあ前回やり忘れたよというとこですね。で今回このあれだね、モルブンスカートリデーに今から行きますよと。ハマール隊長と話す。イーストマーチの釣り師。あ、これ関係ないな、これよし行きましょう。こっちですね。もう別に馬に乗らなくても、馬って馬じゃねえな。困っている人を助けてくれないか。どうしたのネール。神々の祝福を。今は厳しい時代だ。少しでも何か食べないと11人の子供たちは今日飢え死にしてしまうだろう。なるほどね。この正直な男とその哀れな子供たちに
いくらかお金を恵んでくれないか。なるほど、物乞いってやつだな。子供たちは飢えているのか。ああ間違いないよ。もう何日も食べていないんだ。いや何週間もだ。そんなに食べてない。手遅れになる前に死んじゃわない。助けてくれないか。俺の11人の病気の子供たちのために。出してんじゃねえかよ。病気じゃなかったろさっきまで。悪いガキはダメだ最近とは言わない。分かった、子供たちのためだ。63ゴールドでいいか。おお、ありがとう友よ。ありがとう。いいんだよ、俺の17人の病気の子供を。増えてるじゃねえか。感謝するよ。嘘だろ子供の話は。忘れない。まあいいか。神々の守りがありますように。お前が食えるんだったら別にそれでもいい。完全な嘘だ子供の話は。いやーやっぱりね、イーストマージャー昼ですよ。うん、綺麗だね。なんか解除されたよ実績が。たまたまだ。いや綺麗なとこなんだよねやっぱり。雪国っていい。なんかやってるよ。ストーンフィストの選手とモルブンスカーの選手、兵士。よし、稼いじゃおう。当たらんよ。よし、こっちに来い、こっちに来い。よし、やったぞ。息子を亡くしたタンバルの嘆きは激しいのでしょうね。セリエン将軍を倒してくれたのは良かったけど。いいんだよ。インドリルの話ね。いやー喉が痛い。本当は実況なんてしてる場合じゃないのかもしれない。ちょっとガラガラな声ですけども申し訳ない。いっぱいあるな銅の貴金属。これね、アクセサリーを作るための素材がね、まあ、取れると。あれそんな近くない、もしかして。そんなことないね。こんなところにギルドストア。ブリークロックにもあったな、そういえば。これは？あ、キャラバンの商人さん。やあ、アルキテ。ラバマークのところは極上の品物がたくさんある。寄ってみないか？なんて威圧する選択肢なんだ。なるほどね。まあ、かわいそうだから、威圧はやめとこう。何かいらないもの売っちゃおうかな。って言ってももうなんか前回売った気がするんだよな、いらないもの。そんな気がするわ。たくさん持ってんな。でもちょっと片付けないとダメだな。カバンの中とか銀行とかね。もういろんなもので溢れてるわけだからね。私なんならね、このゲームね15キャラまで最大作れるんですよ。まあもちろんね、なんつうのかな、キャラの枠を増やすみたいなね、うん、こともして、まあ15キャラまでね増やせるんだけども。またやってるな。まあ私15キャラもうなんていうのかな、まあ、レベル50に至らせる。まあもちろんライリーちゃんは違うから15キャラ中14キャラ。逃げられないと思っていた。まあ、キャラが多いわけです。まあなんていうのかな、いろんなね、ロールだったりね、なんていうのかな、クラスか、ね、まあ同じテンプラーでも、ね、タンクやらせてみたりとか、ね、DPS やらせてみたり、ヒーラーやらせてみたり、あとそれだけじゃないでしょ、スタミナビルドにするのか、マジカビルドにするのかとか、まあ、いろいろあるわけ、そのね、同じクラスでもね、
まあ、なので、まあ、いろんなのを試したいなというのもあってね、まあ、15キャラ作っちゃったのね。まあ、なもんでね、まあ、物がいるわけですよ。たくさん装備とかねの選択肢が欲しいなと思ったらね、やっぱりカバンを圧迫するわけ。カバンというかね、銀行のね、まあ、預けれるが、ハマール隊長いた、預けれるとこはもう余裕なくなってきちゃう。やってるな。今上がったとこだね。ここね、ちょっとやっていくか。ハマール隊長ちょっと待ってくださいね。これも大事な仕事なんです。よし、行くぞ。ナイリちゃん行くぞ。また一人でやる羽目になるのかな。の精霊がいる。一人でやるっぽいぞ。来ちゃったか。大丈夫だ。よし、やるか。まず食事、もうそんな時間ないでしょ。はい、それから、はい、あ、やってくれてる。よし、一緒にやろう。よいしょ。ポイントなんぞなくてもね、私は強いんだ。いいぞ。よし、このアンカーを破壊したところでさらに増えるだけだ。オラグバルだな。よいしょー、ブレイク。よし、計略は整った。貴様はただの不都合にすぎ、破壊することでアンカーが破壊。皆さん、これが何だったらこのメインですよ。このね、今ね、タムリエルというのはね、モラグバルというね、デイドラコね、デイドラプリンスですよね。まあ、それがね、このね、タムリエルの世界、我が物にしようと、自分のね、オブリビオン世界と統合しちゃおうというために、このアンカーをね、このタムリエルに落としてきてる。で、これを破壊するというのがね、まあ、私のというかね、魂なき者の、まあ、今やるべき最大の、ね、最重要課題なわけです、実は。ごめんね、取っちゃった。だからね、ドルメン戦をやっていくとね、戦士ギルドのランクが上がります。上がりますじゃん。経験値がもらえる。で、戦士ギルドの、なんていうのかな、スキルっていうのは結構いいものがあってね。まあ、近接の、まあ、スタミナ DPS なんかであれば、まあ、アルティメットスキルはね、なかなかいい。スロットに入れてるだけで物理攻撃力が 5% 上がったりとかね。もちろんそれだけじゃなくてね、まあ、溜まったら使えばいいし、それも前方の扇状に、まあ、そこそこいいダメージですね。びっくりするほどね、一撃必殺ってわけじゃなくて、なんていうのかな、ちょっと強めの範囲攻撃がね、まあ、一発繰り出せる。まあ、何にしても使い勝手がいいわけです。ここは？あ、なんかいる。ワールドボスだよ。あ、やってきちゃったのかな、もしかして。終わっちゃった。
いるけど、レイジングクローやれるのかな。1対1ならやれそうな気がしないでもないけど、ちょっとチャレンジしてみますか。やれるやれない別にして、いや強いな。痛い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 、そんなに。もうね、どうするかって言ったら、こういう強い敵どうするかって言ったら、とりあえず痛い。継続ダメージをとりあえず撒いて回復に専念する。だけどもちょっと強すぎるな。さすがにチャンピオンランクじゃないとソロでワールドボスやるって難しいかもしれない。もう一回だけチャレンジしてみよう。2回2回発力しないから。よいしょ。チャレンジしてくるの。難しいかこれは。ちょっと待って待って、あ待って待って、あよく出したらこれだよ。いや2回に1回活力で続けてたらなんとかいけたかもしんない。よし、ラストチャンスだ。さすがにあれだな、自分がウェアウルフなのはしんどそうだな。これはよし、来ちゃった。これなんなの、ずっとやってくるやつ。当てていかなきゃ。これか、これをもらっちゃダメ。なるほど。連続攻撃してくるのを来たら止めなきゃな。これ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 。もう来んな来んな。あ、攻撃が当たった。痛い。これは死んだ。なんとかいい。よいしょ、これをかわす。これをかわす。痛え、これ痛え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 痛これ痛い、これ痛いな。あ、なんで。ちょっと待って、ちょっと待って、これはない、それはない、それはないよ。痛めた。仲間が来るなんて聞いてねえぞ。もうダメだこれは。
これは今のライリーじゃ勝てない。いやーしんどかった。はい、まあ強いですよワールドボスは。まだもう空いてるじゃん。さすがにもうストーリー行くよ。まあなんだろうな、基本的にはね仲間と一緒に行った方がいいんだけど、今回やればソロで行けるわけ。じゃねえ、ここでね、半袖は。半袖でもね、ノースリーブだ。よし、じゃあ行きましょうか。寄り道がひどかった。ハマる隊長。ウィンドヘルムが誰かを派遣する頃だと思っていた。それが私だ。どうしてこんなに遅くなった。ごめんなさい。寄り道してたんです。ごめんなさい。メラストの黒国に派遣されてきた。一人だけか。そうだ、一人十分だ。見た目よりも強いといいんだがな。見た目より強いぞ。すまない、恩知らずだと思われたくはないが、我々は問題を抱えているんだ。なるほどね。ストームフィストたちがどこからともなく現れ、砦から撤退するしかなかった。私たちと一緒にゴルニ副隊長と彼女の部下が何人か脱出した、うん、ストームフィストたちの目的は何かわからないが、あのクランをこの辺りで目にすることはここ10年くらいなかった。手伝えることある？中央兵舎に潜入するつもりだと、うん、ゴルニから伝言を受けた。そこに行けばいいんだな。戦闘中に捕まった兵士たちを解放してくれたら、副隊長が兵舎の奪還に挑む時の助けになる。わかった、捕虜の兵士たちを解放して兵舎でゴルニに会う。兵士たちを解放してくれ。こちらはウィンドヘルムからの部隊が到着するのをここで待つ。隊長、いくつか質問がある。任務の助けになることは何でもするが、手短に頼む。モルブンスカー砦では何がそんなに特別なんだ？モルブンスカー砦の主な目的は地下に眠る王家の墳墓を守ることだ。なるほどね。非常に惜しまれ亡くなられたナルンヒルデ女王も含め、ほとんどの統治者はここに葬られている。それ以外に軍事的な重要性はない。なるほど。ジョルムのお姉さんだね、ナルンヒルでは確か。ストームフィストとは何者なんだ？それと彼らはどうやって砦を占拠した？この辺りでストームフィストクランを見かけたのは10年ほど前だ。その頃彼らは裏切り者のフィルジョアを支持していた。彼らにどうやって不意をつかれたのかはわからない。いきなり現れたからな。それでも彼らを止められなかったのは屈辱的だ。なるほど。砦をどうやって取り戻そうと考えている？コルニ副隊長が中央兵舎に潜入して侵入者たちのリーダーを始末しようと計画しているという報告を受けた、うん、その間私はここでウィンドヘルムからの兵士たちを待たなければいけない。我々は合流後に突入し副隊長と合流する。なるほど、分かった。まずは私が、エラリちゃんが助けに行けばいいんだろう。というわけで、砦に入る。兵士を救出すると。なるほど。できますか。成功でいいのか。入り口でもここしかないか。なんか誰かが守ってる感じでもねえな。まずはこの辺りから行きますか。
こんなことしてる場合じゃねえか。お、でもよかった、クターが取れた。戦局がいるみたいだ。これは潜入が楽な、なんだアイマンダン。よしよしよし、すげえ画面がブルブルブルする。おっ、あいつ一人か、一人だもん。なんか後でやらなきゃなんない感じだな。大丈夫か。ハマール隊長とコルニ副隊長がとうとうここを脱出できるように人を送ってくれた。ようやくね。うん。他の仲間を解放するのを手伝える能力は確かにあるようだ。よく知ってるわね。そんな気がしてた。なるほどね、手伝ってくれる。ちょっと待ってて、いろいろ多くの歌歌だからな、旋律が分かんないと。上に何かあるかい、これは。うわ、落ちた。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。敵なんていないだろ、ここ。何かあるか。何もないだろ、どうせ。よし、じゃあ行くぞ。前に出るなよ。あれ、あそこから入れたよってことかな。なんか別に関係ないやつで投げた。ネズミとか。あ、ネズミやっちゃった。俺当たんねえと思った。いるぞ。殺しに来たのか。やってみな。フィルジョアには従わない。助けに来たんだ。立ち上がって弊社に向かえ。ありがとう。向こうで会おう。よし。スカイシャドウあるな。
最後の撮ろうか。さてお次は、あの家の中だね。やっと来てくれた。早く縄をほどいて、ここから出て奴の頭をかち割ってやりたい。待たせた。弊社にいるコロニーにやって隠れていろ。分かった。副隊長に言われるまで誰かの頭をかち割ったりしない。弊社で会いましょう。そうしなさい。これはナルンヒルデ女王の詩、ソブンガルデの栄光を歌おう、ナルンヒルデの物語を歌おう。あ、これ歌だな。ああ、敬愛する女王よ。ノルドと神々から愛されたも、赤蛇に立ち向かい邪悪な侵略者を追い返した。あなたの金髪の首が落ちた時、我らは幼子のように泣き悲しんだ。しかし我らはソブンガルデの真上からあなたに見守られていることを知っている。ソブンガルデの栄光を歌おう、ナルンヒルデの物語を歌おう。愛する女王のために泣こう。ウィンドヘルム吟遊詩人リュートボイスのヘルゲレイル。どっかで会うかもしれないな、こいつ。ヘルグレイル。さて、この裏手から。あと一人か。カイネを感謝する。隊長に忘れられたと思っていた。魔王ホーク、弊社のコルニー副隊長のもとで会おう。今向かっている。向かってないだろ、まだ縄にかかってるだろ、お前は今。ノルド兵の日記。今日はさらに多くの振動があった。副隊長にまるで何かが砦の地下深くを掘っているかのようだと言ったが、俺の頭がおかしいと言われた。地面を時に振動するものよと間の抜けた笑顔で言っていた。それに山は揺れるし雪は降る。それがスカイリムの日常なのだとさ。ふん。だから俺は自分の任務を果たし上官に報告した。彼女にそのことについて忘れろと言われたので、そうした。今は砦周辺の道を巡回しなければならない。そこに出ている間、あの墓の入り口を見てみよう。念のために。なるほど。何かのヒントだな。あ、あそこに墓がある。さてどこでしょう。弊社でしょう。私も警備はザルだな。よし、みんないるぞ。よし、待たせたな、行こう。ものすごく怪しいわね。そりゃこんな忍び足で来たか。コールニュー副隊長。兵士たちを救ってくれたわ。
礼を言う。喜んで協力しよう。次に何すればいい。弊社を取り戻す準備ができた。あなたには侵略者の指揮官と戦ってもらわないといけない。ノルドはハルスカーと呼んでいる、うん、なるほど。奴の部隊を探して状況を知らないといけない。奴らはどこか安全な場所にいるはず。あいつの居場所からそれほど離れていないところに。分かった。ハルスカーと戦い奴の部隊を見つけよう。あなたじゃないかと思っていた。予想が当たって嬉しい。さあついてきて。頼む。中だな。なるほど、ハルスカーを探し出せるんだな。ここにいるのハルスカ、出てらっしゃい。叩くぞ。はい。開かない。あ、なるほど、ここから上がるのか。なるほど。どこにいんだ。あれか、あれだな。口ほどにもない。これはなんだ。金庫。え、ナルンヒルデ女王。私はナルンヒルデ、ノルドの女王です。火球の用があり、ソブンガルデから会いに来たんです。今夜何が望みだ。金庫から取り出した遺物はモルブンスカートリデの地下にあった王家の墳墓から盗まれたものです。なるほど。遺品をどうすればいい。納めればいいのか。もちろん遺物をこの下の墓の叱るべき場所に戻してください。なるほど。それはそうだろう。それ以外にどうするつもりですか。いや、ないです。任務を完了したらあなたには返せないほどの恩義ができます。分かった。墓に遺品を返そう。遺品を持って行ったらどうなる。裏切り者のノルドと同じ運命が待っています、うん、本当にそのような遊びがしたいのですか、上妙の者よ。そんなつもりないです。墓に遺品を返そう。この建物の裏、墓の入り口で会いましょう。そこで待っています。分かりました。弊社は問題ないわ。ハルスカーを敵に回して生き残るとはね。ハルスカーは死んだ。金庫でこの指令と、遺物を見つけた。その指令を見せて。わかった。あの卑怯者どもは墓所から這い出てきたのよ。なるほど。だから気づけなかったのね。奴らが墓所の下にいる本当の狙いについても書かれてるわ。これから何をするつもりかしら。わからん。命令から考えると、ストームフィストは王族の墓地の中にある何かを狙っているのね。命令を実際に書いたのはフィルジョア・オークセインよ。つまりスカルド王を裏切った兄弟が戻ってきたのよ、うん、王家の墳墓について教えてくれないか。
ほとんど知らない。スカイリムの王族と名誉ある召使いたちが下に埋葬されてるということだけよ。まあどうせ死人だけどね。砦は墓所を守るために建設された。確かに貴重な遺物があるけど、盗賊がわざわざ危険を冒して盗みに入るようなものではないわ。これらの遺物がハルスカーの司令と一緒に箱に入っていた。あら、持ってるのね。盗みと冒涜を犯すとは。でも司令が入っていたということは、それ以上に何か意図があるよね。下に行って遺物を返して異常がないことを確かめてきて。入り口はこの建物の裏にあるわ。うん、どうせそちらに向かうところだった。行って、行ってもわからないよ。墓地を調べて、ここのことは片付けておくわ。私が話していた女性のことは見えたか？女性？何のこと？そりゃそうだろう。あなたがハルスカーを打ち倒した後、箱から何かを取り出して長い間立ち止まっているのが見えたわ。休憩しているかと思っていたけど。これらの遺品を手にした時に亡霊が現れたんだ。まあ王家の墳墓では幽霊がよく出ると言われているから。兵士たちが夜間巡回の際に変なものを見たり聞いたりしたという話もある。だけどもし霊魂に話しかけられたなら、その遺品は特別なもののようね。その霊魂は名乗らなかった？彼女は自分が女王ナルンヒルデだと主張していた。ナルンヒルデ女王？私たちの愛する女王は10年前の赤ビリとの戦いで倒れたのよ。ナルンヒルデ女王が言ったことなら注意して聞いた方がいいわよ。あなたは本当に恵まれているわ。こういう運命にあるみたい。よし、行こう。なんか落ちてる。ハルスカーへの命令。王家の墳墓でトンネルを使い、モルブンスカー砦を占領せよ。しかしここでの我々の目的は砦を占領するためではないことを忘れるな。これは単に兵士たちの真の目標を達成するためにそこから離れさせるための作戦だ。なるほど、よどか。すべてお前にかかっている。よく理解するように。王位詐称者であるジョルンの兵士が大勢で来るであろうが、その時我々は消え去らなければならない。我々の狙いは塔の下にあるモルブンスカーの、ダッシュはいつでも、ね、砦の下にあるモルブンスカーのダッシュはいつでも目的を達成するための手段だった。可能な限りそこを占領し、その後は下にある地下墓地にこもれ。裏切り者の我が兄弟がここで我々の真の目的を疑うことは決してないだろうし、彼の兵士たちが我々を阻止するために、間に合うよ我々を阻止するために間に合うよトンネルを見つけることは決してないだろう。見つけた重要な遺物は全てしっかりと鍵をかけるように。宝物が関連する場所では誰も絶対に信用するな。しかし遺体を確保できるだけ早くそこから運び出すことが第一目標ではなければならない。なんかちょっと言い回しがおかしいな。まあ行こう。裏手にあるって言ったかな、さっき。あなたの到着を待っていました。何をすればいいんですか、女王。あなたが手に入れた遺物はとても重要なものです。これが持ち去られた時、下のドラウグルが起こされました。なるほど。お願いです、遺物を正しい場所に戻してください。あなたは本当に女王ナルンヒルデの亡霊なのか、あ、霊魂なのか。他の誰だというのです、浄妙の者よ。現世の出来事が私をソブンガルデから呼び戻しました。しかし私はまだ民に愛される女王です。さあ、墓に戻さなければならない遺物がありませんか。最善を尽くす。まあ行くか。いいね、スカイリムの遺跡。
モルブンスカー砦、ウィンドヘルムへの主要な道を見下ろす位置にある。戦略的な価値が高いモルブンスカーは一連の要塞化の現場であり、より大きな石の砦の建造が計画されている。それに相応しいことに、多くの偉大なノルドの戦士が壁の下の、地下室に埋葬されていると。この石の砦化っていうのが後のウィンドヘルムになるんだということだろうね。石の砦だったからね。さて、そんなに規模として大きくない。いるね、ドラグルのチャンピオン。こちらへ来て見てみなさい。杯は祭壇のどれかに置かれるべきものなのです。でもそのどれかがわからない。なるほど、正しいところに置くべきだと。杯だよね。クエストアイテム。この部屋にはスカイリムの王たちに仕えた栄誉ある召使いたちの遺体が収められています。それでは古きノルドのカップをこの部屋に返すべきなのか。ええ、古きノルドの杯はそれぞれの世代の王族を支え、働く召使いたちを象徴し称えるものです。どの祭壇から持ち去られたのかわからないだろうか。私が知っているのは杯が鍵を握っているということだけです。注意して調べ、慎重に選びなさい。地味な祭壇、シンプルな祭壇。だいたいこういうのは地味な祭壇じゃないかな。あ、調べられるんだ。このありきたりな祭壇には、大雑把な模様とわずかな捧げ物がある。ちょっともう全部見ててみようか。このシンプルな祭壇には飾りは何もなく、ささやかな、捧げ物として塩と小麦粉だけがある。角に飾られた祭壇は豪華な彫刻と贅沢な捧げ物で覆われている。もう一回ちょっと女王の話を聞こうか。この部屋にはスカイリムの王、ええ、古きノルドの杯はそれぞれの世代の王族を支え、働く召使いたちを象徴し称えるものです。働く召使いたちを象徴したもの。つまりシンプルじゃないかな。ささやかな捧げ物として塩と小麦粉だけが。カップは簡素な祭壇によく合うようだ。これが正しい祭壇のようね。よろしい。隣の部屋で待っています。よかったよかった。
少しくらい覚えておいてもよかったけど、これ全然覚えてない。二刀流が上がった。調べてよかった。あれはノルドの。その抱えている本はこの台座に置かれるべきものです。しかし本が盗まれたときにそのうちの1ページが破られてしまいました。なるほど。この部屋には王に仕えた側近たちの遺体が収められています。側近たちね、信頼ある助言者、高官、呪術師たちがここに埋められています。本について教えてくれないか。この本には古代のノルドの格言の集大成が含まれています。ご覧の通り破られたページがあります。なるほど。この部屋をストームフィストが侵略した時、損傷した本はこれだけではありません。正しいページを見つけ、古代の本を復元してください。分かった。どのページが正しいのだろうか。本と見つけたページを読んでみなさい。あなたの経験と技能をもってすれば簡単に破れたページを本の内容に合わせられるはずです。なるほど。本を読んでみましょうか。コレクションじゃない所持品。北の真実。破れたページがどこだ。雪が消えていき、川が豊かな水をたたえるとき、太陽は幼い少年の帽子に花のように乗る、賢いノルドは知っている。決して長続きはしないだろうと。彼はその日を楽しむ。たとえ瞬く間に過ぎ去れとも。雪がなくなり川の水が枯れるとき、太陽は怒った目のように照りつける。賢いノルドは知っている。たとえ日が長くとも彼が元気で力強く生き生きとした春の土からの種のように育つ。そんな日々があること。氷結が戻り川が塞がれるとき、太陽は夕暮れのもやの下空に潜る。あ、これはだからここで多分なんだろうね。あ、ここからじゃないんだ。ここか。ページは本から破り取られたよ。まあ、ちょっと見てみようか他の湿ったページ。冬来るとき老いた男たちはため息をつく。彼は死ぬ日が来たと知っている。我々は皆飲まなければいけない。間際まで追いやらなければいけない。そして望みは沈む。瞬時に消え去る。ちょっと待てよ。あ、またやっちゃった。所持品クエストアイテム。雪が消えていき、これは最初の一小節は春を言ってるよね。次が夏。氷結が戻り川が塞がれる。太陽冬のことだな、これね。うん、ちょっとまあ見てみようかな。焦げたページ。小さいブロックは寒さが大嫌いだった。暑さが大嫌いだった。これ違うの。ここに置くんだ。雪が戻り川が凍るとき、太陽は母親の膝の間の子供のように隠れる。賢いノルド、あ、これだ。賢いノルドは知っている。終わりがすぐ来ること。彼は死を待つことにだんだん我慢ができなくなる。今なんだ、乾いたページか。
応全部見ましょう。埃まみれのページ。フィョッキ、フィョッキは彼の歌う刀剣ラブメーカーをダンマーの頭の上に持ち上げた。ラブメーカーという剣なのかな。彼女の銀髪はまるで剣と同じ金属から作られたかのように月明かりに輝いた。一粒の涙が彼女の黒檀の方を転がり落ちた。まあダンマーだからね。泣くな、私がとどまれないことを分かっているだろう。フィョッキは囁いた。そして彼は去ってしまった。全然違うなこれはな。よし分かったぞ、乾いたページだ。この台座は北の真実の本を安置するためにふさ安置するのにふさわしい場所のようだ。抜けたページを見つけ本をここに置く。乾いたページを加えて本を置く。うん、もう台座にぴったりとはまっている。素晴らしい、まさか古代ノルド語が読めるなんて。ノルド人ですか。部屋が一つ残っています。私の部屋です。そこにアミュレットを持ってきてください。待っています。よし、ありがとう。協力ありがとう。面白くないかな。やってもらおう。敵にねえな。やってもらおうと思ったら。これは間違いです。何かがとてもおかしい。どうした？私の体、フレイディスの王冠、両方ともここにあるべきものですが。なくなってしまいました。なるほど、ストームフィストに体を奪われたんだな。いいえ、埋葬されたものは魔法の防御膜に包まれています。私の肉体に触れようとしたストームフィストは滅びます。王家の血を引く者だけが。ああ、フィルジョヤだな。弟は誇りを全て失ったのでしょうか。なぜこのようなことを。フィルジョヤ、言ってください。早く逃げる前に追いつけるかもしれない。私の体と王冠を取り戻してください。わかった。地下道を通って王室から離れる。なるほど、どっちから行くのか。待ってくれ、一緒に行こう。来る。誰も通さないようにするんだ。脱出を援護してくれ。フィルジョーか今の子が。私も私も。OK。どこだどこだ。あ、いたいたいた。なんで見えなかったんだ今。軟弱者め、もう遅い。フィルジョーには目的が。で、どうするんだ。ハマル隊長と話すのか。なるほど。わっ、ハマル隊長。ああ、戻ったな。コルニ副隊長の作戦がうまくいった。成功は君のおかげだと彼女が言っていた。よくやってくれた。ここで何が起こった。君が墓にいる間、コルニが兵舎から侵入者に攻撃を仕掛けたんだ。なるほど。砦奪還の援軍としてウィンドヘルムからの部隊がちょうど到着した。良い知らせを聞いた。本当にな、助力に感謝する。モルブンスカー砦が我々の手にある限り君を歓迎しよう。ありがとう。ナルンヒルテと話す。この辺りにいるのか。
あ、後ろにいた。ごめんなさい、白くて見えなかった。全然。もう弟の気持ちは分かりませんが、あなたの気持ちは分かります。フィルジュアが私の王冠と遺体を持って逃げたとはいえ、今日のあなたの働きは見事でした。遺体と王冠を遺体と王冠を見つけ出す。それにアミュレットを墓に戻します。アミュレットは持っていなさい。あなたが手に入れたのです。それを持っていれば私たちはいつもつながっています。なるほど。短命女王の壮麗の宝石っていうのがアミュレットだね、きっとね。というわけでモルブンスカートリデーはこれでクリア。なるほどね、もう取り返したんだと。ありがとう。今日はよくやったわね。ありがとう。こちらこそ、役に立てて嬉しい。モルブンスカートリデーを再び支配下に置いたから王に連絡しないと。王家の墳墓を確保したことを知らせるの。アムロトリデに報告書を届けてくれない？わかった。王はアムロトリデに行ったのか。アムロトリデアムロトリデ。そう、ウィンドヘルムからの援軍が知らせてくれた。王はファクトの要人たちと会うためアモルトリデに行ったところよ。なるほど。私たちの勝利をトリデに知らせて、向こうでオーダウルフシスター重視と話すのよ。わかった。すぐアモルトリデに向かう。トリデを正常な状態に戻すわ。部下の石膏から地域内にまだストームフィストの部隊がいるという報告があったの。なるほど。彼らはストームフィストの部隊をどこで見たの？石膏の報告ではストームフィストは南西のクレイドルクラッシュの防備を固めている。あいつらに足場を築かせるわけにはいかない。そんなことになったらあいつらを排除できなくなる。クレイドルクラッシュとは？クレイドルクラッシュって何？古いオークの要塞よ。あ、なるほどね。でも何年も敵軍に使われたことはなかった。できるだけ早くストームヒストを攻撃するべきだ。そんな行動を起こせる部隊がいればね。今は別の戦いをするような状態じゃない。でも時間はあると思う。クレイドルクラッシュでは何か奇妙なことが続いている。でもあいつらが攻撃か何かを始めようとする様子は見られない。奇妙な？どういうこと？異常な音よ。ぶつかる音とうめき声、倒れる木の音が聞こえた。地平線に煙が上がっているのも見えた。どうしたらいいのかわからないし、今は調査する人員を誰も避けない。とりあえずアモルトリデに行こうか。懐かしいね、アモルトリデ。魔女たちに占拠されてなかったっけ、あそこ。スカイリムだと。ちょうどだからあれだよね、あのイヴァルステッドに行くときに通りかかるから、中から攻撃されたんだよね。でアモルトリデ、ここ王に向かえばいいと。結構あるな。これはクレイドルクラッシュ。クレイドルクラッシュ行くか。ちょっともう順番に立ち寄れそうなら寄ってっちゃおうかね。巨人がいるよ。あの卑劣なフィルジュアの一味ではなさそうね。そうだ、巨人の友はスピラと話す。巨人と話せないの？巨人と話せない。でかい奴らがあなたに感づいたわ。気をつけて。クレイドルクラッシュはかつてのような牧歌的な場所じゃない。ここで何が起こったの？知らないの？巨人たちが戦いに向けて進軍の用意をしてるのよ。あなたと巨人たちは共通の敵を持っているよね。ちょうどいい時に来たわ。それでこそチャンピオンよ。まだチャンピオンなんだ。何の話をしている？ストームフィストが巨人のマンモスたちを捕まえたの。アモルトリデに対して利用するつもり、
ストームフィストと敵対しているのなら巨人にとっては味方よ。なるほど。この角笛を持って行って近くの洞窟で吹いて、巨人が呼び出されて味方になってくれるわ。分かった。必要な証拠は全てこの中にある。ストームフィストの石膏が木の陰に隠れてる。待ち伏せしてこちらの冬を突こうとしてるのよ。そんな臆病者は巨人に手伝ってもらって木から叩き落とせばいい。なるほどね。落ちたらそいつらを始末して指令を回収してちょうだい。いいものが見つかったら西にあるキャンプで落ち合いましょう。分かった。いくつか聞きたいことがある。答えられるかもしれない。行ってみて。どうやって巨人と話すの？話しかけはしないわ。知っているの。どういう意味？巨人の友人よ。それについてはお互いのことをもう少し知るまで置いておきましょう。なるほど。ストームフィストたちはなぜ巨人たちと戦っているの？巨人たちに戦いを挑む他の者たちと同じ理由。愚かなのよ。なるほど。フィルジュア・オークセインがストームフィストたちを率いてスカルド王である兄弟に戦争を仕掛けている。その過程で敵意と殺戮に夢中になってるの。戦争の帰結の一つに過ぎないわ。なるほどね。そこにいるから手出しちゃうってこと。戦争中だ。あ、そっか、一回じゃダイリちゃんは取れないんだ。これ短縮するみたいなね、チャンピオンランクであるんですよ。どこにいるの？この木？この木じゃない。巨人の角。あ、ついてきてくれるのね。ありがとう。で、これで木に隠れてる石膏をいぶり出す。よし、これ頼む。よっしゃ、来たー。あ、巨人も戦ってくれる。ありがとう。ありがとう、ありがとう。巨人を仲間にしたぞ。これは頼もしい。よいしょ、他にはこれだな。よし、これだ、やってくれ。来た。カブトムシ。いざやれ、いざやれ。よし、罠かけられた。まだあった。これだ。よーし、こっち頼む。この木。はい、来たー。いいね。よし、ナイスキック。よし、これだ。次はこの木。よしです。お、集められたみたいよ。これでここに行くと。なるほど。多くの砦っぽいな。見て、向こうにほら。
ここだね、ここだね。あったな、そういえば、あの大きな古代遺跡、名前忘れちゃったな。あの仮面をどんどん収めていくとこあったよね。よし、指令書を持ってきたぞ。あなたの目に勝利が見える。ストームフィストの石膏たちは何を持っていたの？ストームフィストの石膏たちがこのメモを集めた。素晴らしい。あなたがいなければこの情報は手に入れられなかった。引き続き手を貸してくれればクレイドルクラッシュを取り戻してストームフィストを追い払えるわ。うん、追い払おう。あなたが見つけてくれたメモから推測するに、砦の防御には弱点が2つあるわ。門と捕まっているマンモスたちよ。なるほど。中に入ったらマンモスを解放して混乱を引き起こしたら、門の鍵を解錠して私たちを中に入れて。何をすればいい？領主ロブと手下の補佐官たちがクレイドルクラッシュの中心部にあるアリーナを司令部として使ってる。そこで角笛を使って襲撃を知らしめ、侵略者どもの心臓を縮み上がらせてやって。なるほど。マンモスたちを解放し門を開き、角笛を含んだのは任せろ。後ろにある壁のそばに巨人がいるわ。方角的には西ね。彼を突くだけでいいわよ。あとは全部やってくれるから。ってこと？あなたが中に入って合図が聞こえたらすぐ攻撃を開始するわ。出発する前に頼みたいことがある。あら、好奇心旺盛ね。たくさん質問されることには慣れてないの。でも最近は巨人たちと過ごすことが多いわ。それに彼らはあまり会話が好きじゃないし。なるほどね、話すの久しぶりだってことね。どうやって砦に入るんだ？巨人の友に任せて。砦に侵入させる方法はバッチリよ。マンモスたちを解放して何になる？あなたが手に入れた文書によるとマンモスたちは制御が大変みたい。なるほどね。数匹解放したらストームフィストの兵士たちを妨害するのには十分よ。私たちが壁を攻める間にね。門の開け方は？砦には北門と南門がある。石膏から手に入れたメモによると各門は二重に施錠されている。塔の頂上にあるスイッチを入れて両門を開いて、巨人たちが駆け込んで敵の戦力を分散させるわ。なるほどなるほど。始まる前に何か他のアドバイスは？権力に組みしてはダメ。権力が首を切り落とそうとしている時は特にね。さあ巨人を探しに行って。分かった。彼だな。巨人が何かを期待するように見つめている。巨人をこつく。巨人は近くの場所を身振りで示している。今度は何だ？うどーちょっと何蹴り飛ばすってことなの？こんな距離飛ばされる蹴り食らってたら死ぬだろう。飛ばされたな。なるほど、ここから侵入者。よし、分かった、行ってくれ。あれ、この場所どっかで見たことあると思ったら、あれだね、アートに出てくる。イーストマーチ地方に飛んでくると、あのロード画面中にさ、絵がね、挿絵が差し込まれるじゃない。その時の場所だ、あの滝。まずは扉の中に入る。まずマンモスを解放してやらなきゃだめな。じゃ、
広島解放された。襲われないよ。やるぜ。行け。あとはこの先に あそこにマンモス捕まってる。てい寒い寒い。反対側のやつだね。見つからない。よし、これでここ開いたな。ほら、行ってる行ってる。痛い痛い痛い。今だ、攻撃しろ。よいしょ。よし、あのマンモスを助けてやる。よいしょ。くらえ。くらえくらえ。やばいやばい、マジかだった。そうだ、マジかぐらいだったこの回復。よいしょ、サボるもサボる。よし、さすがにあれだな、灰になっちゃうとむさぼれない。よし、ちゃんとちゃんと拠出できる。ウェアウルフ。よし、あとは門だな。こっちの門。こっちだ。行くぞ。あ、何かおかしいと思う。門が切れてた。
あ、戻っちゃった。早いな。タミナ切れが早いな。見つからずにこれだぞ。反対側だな。あれもう解放できないんだ。これで開いたか。あとはアリーナに行って上を角笛を吹けばいいな。ここね。いけないか。いけるんじゃないか。よし。いけた。いけないと思ってたのに。いけちゃった。そういう日もあるよ。毎回いけないわけじゃないんだ。いける日だったんだよ。あれだな。そんな技術があるんだったら君がやったりとかって思った。よくやったわ。私やマスターの想像以上だった。さて、残る仕事はあと一つ。それでどのような任務だ。悪党を率いる司令官、切り裂き魔ロブ。
中にいて恐ろしいオークがいつもそばについている。汚い連中が大勢ね。アリーナに入って角笛を鳴らせば巨人たちに時を告げることができる。なるほどね。どうやってそんな早くに着いた？混乱を起こしてくれたおかげで簡単に中に滑り込めた。なるほど。ここで待つことに決めた。マンモスのおかげだな。マッサーと言ったな。全てを知るには至っていないようね、上妙のものよ。面白くない？上妙のものよ。恨みの中には大昔のものがあり、理解できない答えもあるとだけ覚えておきなさい。もし断ったら？達成しようと懸命に努力してきた目標を捨てるの？そんなわけないでしょ。聞いただけ。それが望みなら行きなさい。止めはしない。でも戻ってくるはず。次に何が起こるのかみんなが知りたがっているわ。ロバは一人なのだろうか？ほぼ確実に一人ではないわ、フィルジャー・オークセインが命令を下しているストームフィストの軍に加えて、ロブは最も強力で凶悪なオークと共に旅をしている。経験したことのない戦いを楽しめるオークたちと、奴らには本当に驚かされるわ。そんなに多くの敵をどうやって倒せる？ここがどこだかわからない？ここはオークにとっての聖地よ。マラキャスの儀式用のアリーナ。角笛を吹くと巨人たちに合図を送り、同時にロブに戦いを挑むことになるわ。ロブはアリーナのルールに従うほかないの。なるほど。それでアリーナの基礎か。ロブと部下は決まった順番で戦うはず。一斉に攻撃してくることはない。ルールに従って順番に戦いを挑んでくるの。勝てるはず、信じているわ。どこするか？そうは思わない。そのような道は私の役目にも気質にも合わない。私は味方で敵ではない。そしてこれはあなたの任務。栄光を横取りしたくはない。角笛を吹けば大きな一族がやってきて助けてくれるでしょう。うん、まあとりあえず一人で行く。クレイドルクラッシュアリーナ。カバナントに雇われた多くの一派がクレイドルクラッシュ付近にあった多くの古い要塞を殺し屋のアリーナに変えてしまった。この円形競技場からは血と多くの汗と、そして泥鉄鋼のエールが流れ出ている。なるほどね。ちょっとお茶を飲むよ。よし、じゃあ始めようか。巨人の友の角笛を使う。ああ、俺の部隊を困らせているのはお前だな。よし、それもここで終わりだ。非常兵、我が元へ集まれ。お前は長生きできそうにないな。ボーモログ、ドゥーモログ、侵入者を八つ裂きにしろ。気をつけて、巨人がアリーナに大きな岩を投げているわ。その岩に当たるなよ。自分のことを凄腕だと思ってるんだな。よし、3人の凄腕オークを倒してもらおうじゃないか。やれ、やってみろ。あいつら人気があったぜ。畜生、大事なことは人に任せられんようだな。そうだろ、お前が来い。ここを出よう。で、どうすればいいんだ。出ればいいのか。ね、さっきのところ。
巨人の友もアスペラ。友よ、よく戻ったわね。挑戦を生き抜き、巨人が要塞に帰るように差し向けたわね。これ以上の解決策はなかったわ。よくやった。切り裂き丸を死んだ。知ってるわ。あなたがロボを倒したとき、彼の命が去ったのを感じた。旅の無事を祈ってる、巨人の友よ。感謝するわ。やっぱりなんか普通の人間じゃないな。なんだったんだ君たち。知らない、彼女が何なのか。まあいいか、わからないだろ。まだこの段階でちょっと、とりあえずここはもう巨人が、ね、支配したということですね。じゃあとりあえずアモール通りていきますかね。Thank you.